フェリザイもしくはウロシェバツはコソボ南部のフェリザイ軍の軍と首都プリシュティナの 38km 南に位置する。19世紀に地元のホテル経営者のフィライズシェイシバリにちなんで名付けられた。1913年にセルビアが併合した際にウロシェバツに改名した。フェリザイはプリシュティナプリズレンに次いで3番目に大きい都市である。2014年。 の人口は約10.9万人。面積は345平方キロメートルで、ほとんどが平坦な農地である。フェリザイシと45の村を含む、1873年以前、オスマン帝国がこの地を統治しており、ここには、フェリゾビクという小さな村があるだけだった。同年、ベオグラードテッサロニキに鉄道が開通し、フェリゾビクを通るようになった。 当時のホテル経営者のフィライズシャサバリにちなんでフェリーイ、と解明した。1912年、第一次ワルカン戦争が起きた。コソボのアルバニア人はセルビアの侵攻に抵抗した。セルビア人司令官は住民に帰宅と降伏を命じた。この時300から400人の男が処刑された。スコピエ大司教のレイザー・マジェーダによると、15歳以上で、 生き残ったムスリムアルバニア人は3人だったという。フェリザイ周辺のアルバニア人の村も破壊された。ロンドン条約締結以前からフェリザイはセルビア王国に併合された。セルビアのステファンウロシゴセにちなんでウロシエバツと改名された。1929年から1941年、フェリザイはユーゴスラビア王国のバルダル州の一部だった。 1999年、コソボ戦争が起き、アルバニア人住民は、ユーゴスラビア軍に攻撃された。戦後アルバニア人以外は追放された。アメリカ軍のコソボ治安一部隊の基地である、キャンプ・ボンドスティールはこの周辺に位置する。フェリザイのキャンプ・ボンドスティールキャンプ・ボンドスティール維持のために、アメリカのブラウンルートが地域で1500人を雇っている。 22の公営企業のほとんどが民営化された。貿易産業省の統計によると、フェリザイには1万500以上の中小企業が存在する。正確な情報がないため、何人が民間企業に雇われているかはわからない。図書館フェリザイには38の小学校があり、2万492人が学んでいる。専門学校を含む8の中学校があり、 6127人が学んでいる。アッシュカリー人、ロマ、コーラ人の就学率はコソボアルバニア人に比べて低い。幼稚園は一つあり、270人が通っている。フェリザイ教育科学局は10人の少数民族を含む1680人の職員が働いている。二つの公立図書館があり、学生はインターネットも使える。 会員権は有料である。モンラー・ベジリーの大モスクと中心部のセイウロス大聖堂は1891年に建てられた。これらはイスラム教のアルバニア人とキリスト教のセルビア人の宗教的寛容性を象徴している。モスクと教会が並んでいるので写真を撮る人が多い。モスクは第二次世界大戦で破壊されたが再建された。 1999年のコソボ戦争ではどちらも破壊された。2004年のコソボ暴動で教会は攻撃された。コソボの芸術と文化の発展は文化芸術学会の影響が大きい。作曲家のロリンク・アントニーは40代前半をフェリザイで過ごした。フェリザイ出身の編曲家のベネケンク・グヨーニーも大きな功績を残した。 三つの t v 局と四つのラジオ局があり、すべて民営である。t v ラジオ新石器時代の遺跡は、フェリザイから 2km のバラーッシュ村で発掘された。ストルケブ文化とビンチャ文化が中心で、陶器のかけらもあった。ローマ時代に集落があったと信じられている。2008年、新石器時代の遺跡がスリター村で発掘された。中石器時代に使われた証拠も見つかった。 日打石や石器、陶器も見つかった。ローマ時代の遺跡は、コマグラバで発掘された。紀元前1世紀に建てられ、東ローマ帝国時代に再建された。古代の通りや排水口等のインフラが発掘された。花瓶や陶器、硬貨、宝石、鉄製品、炭も出土し、特に沿岸部からサルコファガスを作るために運ばれた石が特徴的である。 5世紀から6世紀にニカ人村に教会が建てられた。ローマ時代のレンガとタイルで作られており、床下にサルコファガスが置かれている。最新の人口統計が1991年なので、その後の値は推定である。2015年に、市政府は人口を108,610 10人と推定した。1990年代の人口は約7万人だったが、 地方やセルビア南部からアルバニア人が移住してきたため急激に人口が増加した。ありがとうございます。